はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。土曜日のね、まったりとした午後でございますね。1時回りました。はい、いやまったりとしてますね、ほんまにね。ビール系飲料3缶いただきましてですね、ふわふわふわと。今日はね、ご飯もいっぱい食べましたね。ちょっとお腹いっぱいになる前に食べましたね。あのね、もうここ 4、5 年でしょうかね、お腹いっぱい食べるということをしなくなってる。なぜかっていうと、お腹いっぱい食べると後でしんどくなる。うわ、なんかしんどいわとなるんですよ。だからね、腹8分目っていうのを心がけているんですけど、まあ、今日はね、そのね、食べてしまった。なぜかと言いますとね、自分で作るでしょ。今日はお米を炊いた、昨日お米炊いたの残りがあって食べたらお腹いっぱいやんと思って。まあでもね、昨夜たっぷり寝ましたね。そんな眠たくならないですね。でしかも今日はこれからですね、テレビのオンエア、生放送にこう呼ばれてるねって行かなきゃいけない。あと2時間ぐらいだったら出かけるんですけど。何の話だったっけ？そうね。マンションの話ですね。マンションの話をさせていただきましょう。マンション価格は暴落するという、まあ私のね、芸みたいなもんですけど、芸というかネタですけど、今日ですね、現代ビジネスというサイトがございます。現代ビジネスのサイトに出た記事、私が書いた記事ですけどね。マンション戸建ての購入、2021年に始まる意外な異変に気づいていますか？クエスチョンって。これ別に僕が考えたタイトルちゃいますよ。これはその編集の方がつけていただいたタイトル。ちょっとおとなしいなと思うんですよ。もうちょっと言うてもええなの。それは静かにやってくる。リードですね。リードを読みましょう。マンションや戸建ての価格に2021年異変が起きるかもしれない。その異変について激震、コロナと不動産などの著書があるマンションジャーナリストの榊篤が解説する。俺マンションジャーナリストになったんかまあまあ肩書きなんか何でもいいんですよね。肩書き気にしない人間なんですよね、別にね。名乗りは何やったかな、住宅ジャーナリストですね。不動産ジャーナリストという場合もあれば、榊マンション市場研究所主催という場合もあるんです。時々コピーライターでコピー書いたりしますけど、それは千原俊彦という本名でやってるんですかね。ちょっと最初のところだけ読ませていただきますね。僕の記事です。なぜ2020年不動産価格は下がらなかった？クエスチョン。新型コロナの感染が拡大することで、これまで一本上司で、上がってきたマンションの価格は下落に転じるという2020年の前半に囁かれていた予測は今のところ見事に外れている。そうなんですよ、だだ外れなんですよ。去年の今頃何言ってたかというと、去年今頃かな、もうちょっと前ですね、おととし2019年ぐらいに私が言ってたのは、東京五輪終わったら下がりますよって言ってたの。で去年の今頃は、これコロナやから、あれですよって、後半、2020年の後半に下がりますよって言ってたんですよ。見事に外れました。なんで外れたかということですけど、実のところ、その原因ははっきりと分かっている。それは大きく分けると2つある。第一には政府が行った未曾有の景気対策であるというね、まあ、要は去年、約58兆円、事業規模で230兆円という景気対策が出されました。でその次、第2番目ですね、コロナ感染の広がりに対応して普及したテレワーク。テレワークということはですね、その住宅の特需をこう作ったわけですね。簡単に言えば、テレワークしなあかんやんって、もう人部屋いるやんって、部屋いるし家買おうやんっていう、そういう動き。あるいは高齢の富裕層たちがですね、あかんわ、そんなみんなとこに住んでたら僕ら感染したら死んでしまうやん、あかんあかん、逃げなあかんとかって、ちょっと田舎の方にですね、家を買ったり借りたりをしたっていう、まあ主にそういう特需が発生したという記事をですね、今日のですね、この現代ビジネスに載っておりまして、これヤフー不動産、いや、じゃあヤフーニュースにも転載されてますんで、ヤフーを見ていただいても多分どっかでぶち当たると思います。で、結局これね、ちょっと前にノートで出した記事をベースにしてるんですね。そのうち不動産暴落すんでっていう記事なんですけど、300円で販売しまして、結構売れましたよ。
で、まあ、それをベースにちょっと かなり割愛をしてですね、そもそもそのうちメディアに出ますよってこう書いておいたんでですね、300円払った人は完全版をですね、いち早くお読みいただけたんですけど、今になってその、まあ、あれですね、割愛版をですね、まあ、どなたでもお読みになれるという状況でございます。で、その私の主張はですね、ファクター X があるんやと、そのうち暴落するよと、暴落、うん、というか、まあ、下落するよというべきでしょうね。短期間に下落幅が大きくなれば暴落というふうに捉えることができますけども、必ずそういうシーンがこれからやってくるよと、その原因、その理由は何なんやと言いますね。ファクター X という理由があるんですよということをですね、そのかつてノートの記事一月ぐらい前ですかね、に出してですね、あれ割と気合入れて書いてあるんですよ。ほんまに3時間ぐらいかかったんじゃないかな、3、4時間かけて気合入れてガッと書いてある7センチぐらいでね。で、まあそのね、どっかのメディアで取り上げてくれるやろうと思っていたら、こう現代メディアさん、になってます。ちょっと長いんでね、日本に分けていただきました。で、今読める状態になっていますんでですね、まあ、ご興味のある方は読んでいただければいいんですけど、まあ、あらましを言っておきますと、ファクター X の中身は何やねんということですね、簡単に言えば。マンション価格が下がるってお前言うてるけど、お前なんでそれ下がんねんという、何の理由やねんって、はい、もったいつけんと早いや、みたいな、そういうことになろうかと思いますけど、まあ、言うてみりゃあれです、日銀総裁の黒田さんです。ファクター X の正体は。その黒田さんがのあれですね、任期っていうのは、あの方ご就任になったのは安倍内閣が発足して、直後ですね、3ヶ月後ぐらいにご就任になります。それが2013年でございます。で、第1期がですね2018年までです。ここではこいつ辞めるんかと思ったら、続投になります。さらに5年というですね、任期になってですね、そこを今任期の途中でございます。で、安倍さんとつるんでたわけですね、黒田っていう人が、まあ、つるんでたというか、まあ、そういわゆる安倍内閣が持ってきた人、持ってきた人事で日銀総裁のおなりになって、で、まあ、簡単に言えばですね、それまでの経済学、財政学の常識を覆す政策を取り上げました。リフレ派という、リフレーションという、インフレを起こしたら経済ようなるやん、景気ようなるやんという、まあ、2013年当時としてはですね、かなり過激なというか異端な経済学理論を引っ提げて、日銀総裁をねやって、それを実践なさいました。で、リフレや、インフレを起こすんや、年間 2% の物価上昇するんやと、そうしたら景気よなんねんという、まあ、理屈で来られたと私は理解しているんですけども、就任以来、およそもうすぐ8年でございますか、彼が言うところの 2% の物価上昇は1回も達成しておりませんけども、リフレ政策だけは実行しましてですね、彼の就任前、日本に流通している円ですね、我々使っている円、通貨ですけども、円の流通量は100兆円未満であったのが今500兆円になってます。つまり5倍に増やしてるんですよ。で、金利は、まあ、あの時いくばっかの金利があったんですけども、それも全部取っ払って今ゼロでございました。部分的にマイナスでございます。皆さんがお借りになれる住宅ローンの利率はですね、一番安いので 0.45 とかになってます。まあ、限りなくゼロに近いわけなんですね。で、日本国の借金はですね、今、1兆、1200兆円を超えたというふうに言われます。去年だいぶ増えましたからね。で、これがですね、日本の GDP の 240% ですか。恐ろしい。世界最悪です。で、例えば他のですね、財政破綻した国でハイパーインフレになっている国はですね、大体 150% ぐらいのところでですね、財政破綻、ハイパーインフレに陥りました。日本は 240% になろうとしているのに、まだ平平の方を平平とやってますね。なんか円高やんとか言ってますね。私が20歳の頃、20歳の頃に学んだ経済学でいきますと、
これくらいまでですね、日本の GDP 対 GDP の負債が増えるとですね、もうとっくにハイパーインフレになってなあかんはずなんですよ。なってへんや、なんでやねんっていう話で、まあ、つくづくですね、あの経済学というのはインチキやだと思いますね。今でも強烈に思いますね、経済学インチキやなと思って。私は20歳の頃に、同志社大学というところに行ってたんですけど、そこでまあ教えてもらったあの法律のお勉強ですね、法学関係のお勉強は今でも全然通じるんですよ。今でもその法学の理論っていうのは全然通じて今でも生きてるわけ で、ですけど、経済学の理論だけはもうさっぱり飽きませんね。何が残ってんねんっていう世界ですよ。世の中の大学にね、経済学部ってあるでしょ、お前ら今何教えてんねんって言って、今教えてることをね、20年後にね、あまだそれ今教えてることをそんな言うたらね、お前何言うてんねんって言われるんですよ。どういう学問なのだと思いますね、経済学っていうのは。僕のところに取材にいらっしゃるメディアの方って皆さんかなりの、まあ、偏差値の高い学校をご卒業になった方が多くてですね、それこそトップのあの大学とかっているんですけど、で何学部ですかっていう話になって、経済学部という方いらっしゃるんですけども、まあ、申し訳ないですけど、誰一人ね、あの説得力のあるね経済学の話をねしてもらったことがないんですよ。っていうか、ここに来る人って大体40とか50、若くて40ぐらいですから、もう20年古いんですよ。20年古くなるとね、経済学ってね、使えへんのですよ。なんなんや、あれはという、本当にね、学問と言えるんですかという、社会科学でしょと。ソーシャルサイエンスっていうのは、科学ってサイエンスなんやと。サイエンスかあれはと思いますね、本当に。で、まあ、いろんな人がいろんなこと言うてね、毎年ノーベル経済学賞って出ますけど、あれ皆さんね、あれノーベル賞の一種だと思ってるのにちゃうんですよ、あれノーベル賞と。ほんまはあれ勝手に後で付け出したもんであって、本来のノーベル賞の本家からするとあれは違うって言ってるんですよ。でノーベル賞の経済学者なんてほとんどアメリカ人なんですけど、そのアメリカ人がね、まあ、景気の、ね、波にさ翻弄されてるといういつまでたってもねコントロールできないっていう、つまりはその経済学というのはですね、なんていうの、僕らのジャーナリズムの業界と同じで、ただただ見て観察してるっていう、で、ああじゃこうや言うてるっていうだけであって、こう確定したね、理屈になってないわけなんですね。まあ、それはええとしました。僕らが20歳の頃に学んだ経済学からすると、ものすごくこう、それこそ、こう常識外れな政策をですね、2013年以来、黒田春彦さんという元大蔵省の役人ですけどがおとりになったんですけども、彼の言う通りにはならなかったと。で残されるっていうか、まだ現役ですけどね、が莫大な借金が残ってるという状況で、これ誰がどうすんのっていう出口戦略というんですけどね、黒田さんがわーっと膨らましたあの借金を誰がどうやって払うねんっていう話ですね。そういうことをベースに、それがマンションの価格に反映されるとどうなんねんというのをこの現代ビジネスの記事に書いております。これ多分支障がないと思うんで、ね、貼っときますんでね、まあ、これをこの続編とかも出てくるはずなんで、まだ上がってないようですけどね、上がってるのかな、よう知りませんけど、まあ、とりあえず取っかかりのところを貼っておきますので、ご興味のある方は読んでいただければと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。